サクチャーンって叫びましたね。<laughs> 画面に向かって叫んじゃった。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりです。森田里香子ちゃんが4連続バーディーもあってね、予選通過しましたよ。ゴ 国内ツアーの初戦、ダイキンオーキットレディースの2日目の結果をお伝えしたいと思います。後半でまたコメントも読まさせていただきたいと思いますのでね、コメントをくださった方は最後までご覧ください。はい、今日はですね、最後、ま央ちゃんが、まあ一人旅という感じでした。まあ、岩井千里ちゃんがちょっと落としてしまってね、菊池エリカ姫も途中まで食いついてたんですけどね、まあ途中からちょっと、こう、 キーになった一ホールがあったのでね。それは後でお伝えしますけどもね。はい。後の人たちで、まあ次に良かった。まあ6アンダーがベストスコアなんですけどね。最後、まおちゃんの。その次が3アンダー。18位タイに森田里香子ちゃんが上がってきましたよ。いやー、はっきり言ってここまでやると思わなかったなここまで上げてくると正直思わなかったですね。はい。ちょっとホールバイホール見ましょうか。 灰色に塗ってある選手は10番ホールからのスタートの選手ですね。はい。最後、まおちゃんも今日はもうショットも良かったし、パッドもまあ、これ以外にもね、あの、惜しいパッドもあったんでね。まあ、6アンダー以上伸ばしても、おかしくないかなっていう素晴らしいゴルフでしたよ。で、岩井千里ちゃんの方がね、ちょっと、あの、まあ、10番ホールから、 まあ9ホールはまあまあ良かったと思うんですけどね。まあ後半の1番から9番にかけての、まあ難しいホールがあったのでね。これはしょうがないかなとは思うんですけどね。11番で0期に当たっていいとこに戻ってきたりとかね、ラッキーもあったんですけども。後半はちょっと崩れてしまいましたけどね。で、菊池エリカ姫の7番ですよ。これね、7番がね、まあその前に10番ホールからスタートして、グリーンの 外から15歩ぐらいかな。菊池エリカ姫の15歩ぐらい。まあ、2ヤードぐらいこう左に打ち出して、もう少しで入りそうな良い,いパットがあったので、まあ今日もこれいいかなと思いましたけどね。いきなり10番でそれがあったので。で、11番で取って、17、18取ってね。後半に入ってからの4番で、パー5、ピンの位置がね、右2ヤードなんですよ。 右2ヤードってあるんだと思って。<laughs> 右端から2ヤードのところにピンが切ってあるんですよ。いやー、塩谷育代さんやるなぁと思ってね。まあ、さらに右からの風だったので、いや、これはちょっと難しいよねって、これピンに絡めるのはちょっと大変だよね。フェーダーでも右から風吹いてるから、ちょっと厳しいでしょと思ったらね、ピンに絡んできたんだよね。はい。ビタッと寄せてきましたよね。いやー、これすげえなーと。 思ったんですけど、7番、打ち上げのパー5ですよ、ここ。ね、距離が長くて。で、3打目で、左のバンカー入れちゃったんですよ。で、そこから、あの、フェースを開いて、あの、アプローチ。あ、あれ、バンカーじゃないか。ちょっとこう、見えなかったんだけど、バンカーじゃないね。アプローチを打った時に砂が上がらなかったから、あれ、バンカーじゃないね。で、ちょっと緩んだのかなっていう感じでしたねあア。この 打つ瞬間ね、インパクトの瞬間、ちょっとね、振り上げたバックスイングよりも、なんかフォローがね、全然出なくて、ちょっと緩んだ感じがあったので、チョロみたいになっちゃってね、グリーンに届かなかったんですよ。その次に打ったアプローチで、寄らずにね、難しいボギーパッドこれ難しい。これはしょうがない。あの、もう本当にね、直角に曲がるぐらいのラインでね、これが入らずボ、えーと、ボギーじゃない、ダボでしたね。このダボで、 ああ、これはちょっと離されちゃったなと。今日、ねえ。あのー、5つもバーディー取れてるんで、あ今日は食らいついてるなと思ったんですけどね。いや、一人旅にさせちゃうと残り2日間ね、ちょっと面白くないのでね。他の選手たちもね、最後、まおちゃんに追いすがってね。かっこよくこれもうぶっちぎりでね、優勝してアメリカにツアーに行ってきます、なんていうかっこいいね、 あの、去り方はしてほしくないな。面白くしてほしいなと。他の選手ね、お願いしたいと思いますね。最後、まおちゃんのファンの方には申し訳ないんですけどね。はい。あとね、鈴木愛ちゃんが、あの、塩谷いくよプロがコースセッティングして、で、あの、ネット配信の解説もやってたんですけども、練習ラウンドの時からね、鈴木愛ちゃん調子良かったそうなんですよ。で、塩谷さんが、 調子いいスイングしてるねっていう感じのことを言ったそうなんですよ、本人に。そしたら、鈴木愛ちゃん本人も、私もそう思いますと。はっきり言ってたんでね、ショットはもういいと。今、調子がいいと、絶好調だと。絶好調とは言ってなかったみたいだけど、まあ、そんな感じの、あの、出来だっていうふに言ってましたよね。 あと、渡辺彩香ちゃんのこう、T ショットを見たときに、あのー、普段やってなかったルーティーンが入ってましたね。シャローに入れる。あのー、上から打ち込むんじゃなくて、こう、低いところから入れる仕草。前、稲見萌音ちゃんとか、堀琴音ちゃんもやってたでしょ。ね、あのー、あれを一つ入れるから、T ショット時間かか,か,かるから <laughs>、あの、プレイが遅いとかね、あのー、非難されてたけど、あ,るあの、大事なことなんでね。あの、しぶこちゃんもやってるでしょあのー、 バックスイング上げるときにね、ちょっと、ここに上げたいみたいな感じのことを一回やってから上げる。それを入れてるから、時間は T ショット打つまでかかるけどね、これ大事なのでね。まあ続けてやってほしいなと思いますけどね。まあ、シード落ちしてしまったのでね、カムバックするためのね、あれなので、これは大事だと思いますけどね。まあ、いいショット打ってましたよね。はい。それから次のページですけどね。 シュリちゃんがなかなか伸ばせなかったな。ね初優勝狙ってると思うんだけどね。これで9打差ついちゃったからね。まあ、3日目伸ばしてね、追いすがってほしいですね。もう一体はるかちゃんも。ねちょっと前半の3つのボギーが痛かったけど。あとね、山下美うちゃんがね、でもあれなんか痩せた感じしないですかね、見た方。もうちょっとぽっちゃりしてたよね、前ね。 なんかね、ねトレーニングして痩せちゃったのかなと思ってね。なかなか T ショットも、あの、普段曲がらないようなところに行っちゃったりとかしてね。セカンドショットフルスイングできないって、あの、前半は10番からだから、後半ですよね。後半の1番。後半に入ってからの1番でね、T ショット曲げちゃって,て、セカンドショット、あの、フルショットできない。フルスイングできない。 ところに行っちゃって、バックスイング上げられないから、まあ、パチンと合わせてってね、あの、置きに行ったんですけど、まあ、ああいうシーンをね、結構、あの、しばらく見てなかったけど、そういうのが出てきたので、なんか、ちょっと、体的にこう、トレーニングの仕方とか、そういうのでう変わってきたっていうのもあったのかなと。 まあ、それでも、最終的には伸ばしてね、上位で終わるんだろうなっていう感じのプレーは見せてましたけどね。はい。はい、それから、まあ、ヒカルちゃん今日バーディーなかったな。はい、佐々木翔子ちゃんは後半に伸ばして、3つ伸ばしてね、まあ、カットライン危ないところかなって思ったところから3つバーディー来ましたね。はい、上野にやにゃ子ちゃんも上げてきました。リー・ハナちゃんも映ってなかったけどな。 高木優奈ちゃんももうちょっと映してほしいんだけど、T ショットは映ってたけどね。もうちょっと映してほしいなと。それで今日のメインはやっぱり森田はる,はるかちゃんじゃない。森田里香子ちゃんでしょ。ね10番からスタートして、13番でバーディー取った、次の14番でね。まあ T ショットを、あの、曲がってラフからだったんですけど、ピン手前1メーターぐらいにつけてね、バーディー取ってまして。まあショットは切れてましたね。 で、15番のパワフォーーね、高校もベータピンキつけて、3連続バーディーとかってね。あ、途中からね、あの、男の人のアナウンサーだったんですけども、ガラガラ声でね、なんか、風邪ひいたのか、喉の調子が悪いかわかんないけど、ずっと塩谷プロがずっと喋ってるから、アナウンサー何しゃ、喋んないの今日って思ったんだけど、もう声がガラガラだったんで、ね、途中から、小西彩子アナウンサーに変わりましたね。 はい。まあ、小西さんの方がね、聞きやすいからいいやと思ってね。はい。最初から小西さんにしてほしいって思ったけど。はい。で、16番のパー3で、これ171ヤードあったんですよ。これまた1メートルぐらいにつけてね、バーディー。4連続バーディー来て。いやー、ドカンと伸ばしてきましたね。いやー、素晴らしい。これはもう、旋風を巻き起こしてほしいと。多分ね、この試合、 大金大きいと残り2日間でね、優勝者が決まりますけども、優勝した人よりも森田理香子ちゃんがこれで予選通過したのでね、話題をかっさらって終わるような気がします。<laughs> はい。大金大きいと誰買ったんだっけいや、でも森田、森田理香子がさ、あの、久しぶりに出たのが、あれが印象的だよねっていうみんなの記憶に残る、 感じになってくると思いますよ。多分ね。はい。そういう試合ってあるでしょあの、おととの、アースモンダミもそうじゃない。木村彩子ちゃんが勝ったけど、あれで一番ね、心に残ったって言ったら、やっぱり、あの、大西青江選手とキャディのね、あの問題でしょう。<laughs> 優勝、あれ優勝したの誰だっけってね、<laughs> なっちゃうよね。 <laughs> それぐらい、まあ素晴らしい感じでしたよね。18番のパー5ね、バーディー取れるかなと思ったんですけどね。セカンドがね、2オンできるかなでも今日の雨じゃ無理だよなって思ったんですけど、グリーン近くまでは持ってくれるかなと思ったら、グリーンの手前の方のこうバンカーの縁に止まっちゃってね。いや、これは無理でしょうと思って。あの、左打ちするか、 どうかなって思ったけど、まあ、無理しないでね。足は完全にバンカーの中に入っちゃった状態から、ボホルはもう膝上ぐらいの高さの位置で、もう完全にこう左に引っ掛けちゃいやすい、あの状況でね、打って。まあ、これは寄せ,られ寄せられずにね、まあ、バーディーパットも決まらずパーでしたけどね、これはしょうがないかなと。後半の2番でもね、セカンドね、グリーンオーバー、 したんですよ。そこからのアプローチね、転がしていくんかなと思ったら上げてね、寄せてきたんですよねあ。ああいう寄せ方もあるんだな。最近はね、転がしてね、寄せていく人多いけど、ああいう寄せ方もあるんだなと。やっぱり、ママチャんの中でも転がして寄せた方がよるよっていう人多いじゃないですか。なので、ああやって上げて、ふわっと上げてね、寄せるっていうのはね、やっぱかっこいいよね。3番のセカンドでも手前のバンカーからね、 そこから3メーターぐらいにつけてね、ナイスパーを拾ってたり、あの、ちゃんと、あの、ピンチもありながらもパーをセーブできてたっていうところもあったしね。で、7番のパー5もね、あの、5メーターのパーパット、あれ惜しかったんだよな、あと一筋でバーディーだったんだけどね。あ、バーディーじゃない、パーパットだったんだけどね。はい。ちょっとここでボギー打っちゃったんだけど、次の8番でね、えー、5メーターぐらいだったかな、パー3。 5メーターぐらいにつけたところからバーディーぶち込んでね。でも最後の9番でちょっとまた T ショット曲げてしまってね。カメラさんも追えなかったんですよね。T ショット。でね、思わずカメラさんの声だと思うんですよ、ね、あれ。あれ、どこ行ったって <laughs>。声が、カメラさんの声が入っちゃった。うん、ね。まあ、そういうのもね、たまにはありますけどね。はい。まあ最後ボギーだったけど、3つ伸ばしてね。5バーディー、2ボギーの。 3アンダーでトップ20位以内に入ってきましたよ。予選通過どころじゃないですよね。はい、素晴らしいですね。これ話題を持ってきますね。今回はね。はい。で、その次のページ行きましょう。はい。まあ、ペソンちゃん今日誕生日だけどね。ちょっと大きく伸ばせるかなと思ったんだけどね。なできませんでしたね。あとね、今日、 神谷空ちゃんがね、最後、まおちゃんと一緒に回ってたんだけど、攻め方が全く違うでしょ、あの二人ね。いやー、こういうゴルフもあるんだなと。ちょっとホールバイホール見ましょうか。はい。ちょっとね、あの、神谷空ちゃんの18番のイーグル、これどういうイーグルだったかっていうと、あの、セカンドでね、もう届いたんですよ。まあ、雨の中だったけど、しっかりと届かせて、 で、しかもベタピンだったんですよ。もう、楽々イーグル。いやー、こういうゴルフをするかいと。最後、マオちゃんは、しっかりと3打目勝負に行って、しっかりと、あの、ピンに絡めて、バーディ、バーディー取ってましたけど。神谷そらちゃんみたいなバーディの、あの、イーグルの取り方もあるしね。はい。まあ、後半の1番でも、T ショットも上げたのに、セカンドでね、まあ、なんか、ドロップしてたから、なんか、 何かにかかった,ったんでしょうかね。カート道ではかかってないはずなんだけどな。カート道だったんだっけな。忘れちゃったけど。で、そこから、まあ、一応、グリーンは狙える位置だったんですけどね。そこからグリーン近くまで運んで、そこからチップインバーディーですよ。ね、えまあ、上がってみれば、T ショット曲げようがバーディー取れたりするっていうのがもう神谷らちゃんですよね。いや、もうとにかく、あの、グリーンに、 あ、グリーンじゃない。あの、フェアウェイに、ティーショット曲げても、あの、戻してね。まあ、無理しないで、ティあの、フェアウェイに置いて、それで3打目勝負っていうのが普通のゴルファーだと思うんですけど、神谷空ちゃん関係ないんだよね。とにかくグリーン狙っていくんだよね。いや、見てる方は面白いかもしれないよね。まあ、ちょっともう、大崩れする時もあるから、ああ、がっかりみたいな時もあるかもしれないけど、見てて面白いのは神谷空ちゃんのゴルフだと思いますね。 はい。いや、こっから狙うんかと、と、えー。もう、なんかね、最後、まおちゃんもなんか話しかけてましたよね。あそこから狙うのあんた、みたいな感じで。<laughs> そういうふうに言ってたかどうか知らないですけどね。はい。あ、宮田成はちゃんも4連続来たんだね。ああ。まあ、宮田成はちゃんも、ね、もう顔がね、可愛い,いし、美人なので、人気の選手ではあるんですけども、 まあ結構ね、この子も飛ぶ方なのでね、T ショットとかもうちょっと見たいんですけどね。はい。それから次のページ行きましょう。桜井ココナちゃん。まあ今日ね、あの、一番最初の10番でね、くるりがありましたね、またね。あの、台湾ツアーの時にもありましたけどね、もう完全に一回転して出るかなと思ったらコロンと入っちゃってね、はい。もう桜井ココナちゃんも口を押さえてね、 あの、笑っちゃってたシーンがありましたけど。まあ、この10番、今日の最初の10番でもね、くるりがありましたよね。なんとかパーセーブと。18番は5メーターぐらいかな。まあ、そこにつけてバーディー取ってましたけどね、3打目でね。2本は狙わなかったみたい。ね、ところどころ、まあ、いろんな選手を映してくれてはいるんだけど、 この流れがわかんないからね、T ショットからの流れがよくわかんないので、そこの場面だけポンと出されても、ちょっとね、なんか不満が残る。<laughs> あの、いろんな人を乗せ、あの見せたいっていうのは、まあ、あもう感じましたけどね、放送側の方の意図はわかりましたけどね、ちょっと流れを見たいんだよね。なぜここ、ここから打つことになったのかっていうね。 それも、あの、アナウンサーにあのメモでも渡してね、説明してもらえると嬉しいかなと思いますけどね。あと10、十、え十八番じゃない。後半に入ってからの二番のセカンドショット。これは良かったね。ベタピン。おこのショットは素晴らしかったですよ。さすがだなと思いましたね。まあ、でも最後のね、九番ね、消防車のサイレンがずっと鳴ってたんだよね。あもう、なんとかしてやれ。 雨降ってんのに消防車出動するうーん、放火かななんだろうね。あんだけ雨降っててね、消防車出るかいって思ったけどね。まあ、ココナッツもちょっと気にしてたけどね。まあそのまま撃ったらミスりましたよね。それでボーギー撃っちゃったんだけど。まあそれはしょうがないとして。はい。あ、コタッキーが3連続バーディーあったんだね。 まあその後ボギー、ダブルボギー打っちゃったのはちょっと痛かったけどね。はい。藤田さゆきさんも。まあちょっとボギーは多かったけどね。まあなんとか予選通過しましたね。まあ、台湾ツアーからね、出てるから、まあそんなにこう初戦っていう感じでもなくて、まあ普通に戦えたんじゃないですかね。あと宮沢美咲ちゃんのね、MM ちゃん。あの前ね、私の好きな山田さほちゃんと一緒にインスタライブ二人でやってたんですよ。 で、なんかカードを引いて、そのカードを相手に見せないでね。なんか違う言葉でヒントを出して、その言葉を当てさせるみたいなゲームをやってたんですよ。で、それ見て、じゃあこの辺でおやすみなさいみたいな感じの時に、あの、スパゲッティの話したんだよ。ナポリタンか。ナポリタンの話が出てきて。で、ナポリタンって、あの、日本人が作ったメニューじゃないですか。 日本人好みに、あのスパゲッティをこう開発して、ナポリタンができたっていうのがありますよね。それをコメントに書いたんですよ。そしたらびっくりしてましたね。ミサキちゃんね。おう、ナポリタンって日本人が作った料理なんだって、とか言ってね。だけどそこで切れちゃって、山田サホちゃんが反応しないでね、そこで切れちゃいましたけどね。インスタライブが終わっちゃってね。はい。宮沢ミサキちゃん面白いですよね。 一番ホールでね、しょっぱなでに、ね、4メーターぐらい入れて、最先よくバーディー取ってね、調子良かったのでね、今日、あのー、森田里香子ちゃんと同じ3アンダーでね、ベストスコアではないけど、2位のスコアですからね。まあ今日3アンダー出す人なんかも全然いなかったのでね、はい、今日はかなり難しかったと思いますよ。それでも3アンダー持ってこれるっていう、この伸ばしてこれるっていうのは実力あるなと。 いう感じでしょうかね。ああ、まあ、バーディー取った時の笑顔が可愛いんですよ、この子ね。ボーイッシュだからね、その女の子っぽい感じではないんですけどね。もう体もがっちりしてるし。まあ、すごいトレーニングずっとやってきたんじゃないですかね。だけど、ね、笑うとね、まあ、喋り方と顔のあの、あの笑顔がね。もうみんなにギャラリーにね、なんか声かけられるともういちいちおじぎしてね。 行くのがちょっと可愛らしくてね。みんなに応援してあげてほしいなと思ってるんですけどね。はい。あと、可愛い可愛い,い。三ヶ島かなちゃんは今日伸ばせずでしたけどね。危なかったな危なかったな陽要落ちするとこでしたね。危なかったね。そして、次ですね。はい。川崎春かちゃん伸ばしてきたんですけどね。渋沢リエルちゃんも映ってましたよ。 上田桃子ちゃんがなかなか伸ばせずでしたね。伸ばしてる二人に挟まれて、なかなか伸ばせなかったよね。はい。あとね、浜崎未来選手が、あの、昨日も言いましたけどね、あの、桑木翔ちゃんと共に、こう、大和ハウス所属になったんですよ。で、今日 T ショットを打つときに、浜崎未来ちゃんが、こう、パッと映りますよね。で、まあ、胸に、こう、ワッペンつけてる、ロゴがついた、 あのウェア来てるじゃないで、すか、ダイワハウスのね。でその後ろにギャラリースタンドのこう壁にね、ちょうど真後ろに大和ハウスっていうロゴが映ったんですよ。おお、ちょうどいいねって、大和ハウスちょうどいいねと思って。で、他の会社のね、スポンサーの会社の名前がこういっぱい並んでる中で、浜崎未来選手が映った時のすぐ後ろに大和ハウスっていう文字が。 書かれてた。いや、これ狙ってやったんだろうなと思うんですけどね。あそこの位置を獲得するのに、またなんかお金プラスしてあげたりして、ここにうちの会社名をあの入れてくれとかあるんでしょうかね。詳しくはわかんないですけどね。はい。小岩井桜ちゃんがね、桜ちゃんがね、今日はもうダメかと思った途中まで、ちょっとホールバイホール見てください。<laughs> ほんと、あのね、 サクちゃんがね、まあ、後半、あの、10番からスタートしたんですけど、まあ、しょっぱなからボギー打って、あ、今日、サクちゃんダメだ、と思ってね。もう、17番まで3つ落としちゃってさ。いや、もう、6オーバーまで行っちゃったから、あ、今日ダメだ、と思って。さすがの俺も諦めたよね。まあ、ちょっとね、まあ、ずっと映ってないからさ。ずっとこう、ね、その組を、 注目含みとしてこう映してるんだったら諦めないんだけど、まあ、チラッチラッとしか映ってこないから、もうね、17番のボギーで諦めたんだよ。だけど、18番ね、2オンならずだったんですけど、右手前のバンカーからビダッと寄せてね、バーディー取って、なんとか一つ返して、5オーバーですよ、この時。はい。まあ、5オーバーか、でも残り9ホールだからな、なんとか頑張ってほしいなとは思ってたんですけど、 7番のパー5でね、まあ、3番で取って、7番のパー5で5、6メーターぐらいのバーディーパッドを決めて、あカットラインまであと1だじゃんと思ってね。で、8番はバーディー取れずでしたけど、最後の9番はちょっと今日難しい、バーディー数の少ない、難しいホールだったんですけども、9番のあの、セカンド、ラフからだったんですけどね、奥にピンが切ってあるんだけど、 グリーンの手前の方で止まっちゃったんですよね。奥に突っ込めなくて。で、長い距離残ったんですよ。10メーター以上あったと思うな、あれな、あのパッド。バーディーパッド10メーター以上あったと思うんですよ。これぶち込んでバーディーですよ。来たーと思って。サクチャーって叫びましたね。<laughs> 画面に向かって叫んじゃった。もう、サクチャーと思って。でもあんまり表情変わんないですけどね、サクチャーはね、はい。エッティと違いますから、あの、 エッティは、まあ、あんまりこう表情変わんないっていう点では一緒なんですけども、サクちゃんの,あの表情が変わんないっていうのは、ボギー打っても、あの、ムッとしないでしょ。ちょっと微笑んだ感じで、ああ、ダメだったな、みたいな感じの、あの、顔をし,しながら、あの、次のホール行くじゃないですか。あんまり変わんないんで、バーディー取ろうが、ボギー取ろうが、あのー、イーグル取ろうが、あんまり変わんないんだよね。 ちょっとニコッと笑って、帽子のつばにね、あの、手をやって、お辞儀して、それで次のホール行っちゃってね。まあ普通なんですよね。いつもと変わんない。優勝しても、優勝したシーンでね、ガッツポーズもしないしね。<laughs> なんか、なんか、もう、どうしたらいいかわかんないみたいですね。ガッツポーズってどうやってやるんだっけみたいな。まあ、急にやりだしたらおかしなもんだから、まあ、最近もやってないみたいですけどね。 でも今日飛んでたんですよね。ドライビングディスタンス今日、あの、佐藤美優ちゃんが1位だったんですけどね。今日、今日1日ではね。2位が岩井千里ちゃんで、その3位が荒川玲香ちゃんだったんですよ。で、その4、その次ですよ。4位が小岩井桜ちゃんだったんですね。4位ですよ、今日。アナイララ選手が5位で。森田理香子ちゃんでも7位だったな。今日はね。まあ、雨だったのでなかなか伸ばせなかったけど。 そんな感じで、あの、良かったですよね。なんとか予選は通過できて。まあ、どういう風に、サクちゃん自身が思ってるかはわかりませんけどね。他にもいるでしょう。あの、2オーバー。ほら、あの、浜崎未来選手もそうでしょあの、18番。浜崎未来選手は1番からのスタートだから、18番のバーディーで2オーバーに持ってきたで、上田桃子選手が、 あれ、昨日は言わなかったけどさ、あの、組がね、森田里香子ちゃんと菊池恵理香姫と上田桃子ちゃんなんですよ。で、これ聞いて、あっと思った方はね、2ですね、やっぱりね。上田桃子ちゃんのキャディーをやってるのは、菊池恵理香姫の旦那さん、新岡キャディーですよ。なんかこう、不思議な空気にならなかったのかなと。しかも森田里香子ちゃんと 菊池エリカ姫が伸ばしてる中、なかなか上田桃子ちゃんが伸ばせないというね。うん、微妙な空気にならなかったかなと。ね。新岡キャディね。あの、上田桃子ちゃんがなかなか伸ばせない中、自分の奥さんはバンバン伸ばしてるというね。<laughs> ねえ、なんか不思議な、あの、感じだったんじゃないかなと。まあでも、上田桃子ちゃんも最後の方でね、ああ8番だ。8番のパー3。 この8番のパー3でグリーン奥にこぼしたんですけどね、T ショット。そっからチップインバーディーで2オーバーに乗せてきたんですよ。おー、ギリギリ。ギリギリ予選通過ですね。危なかったです。はい。まあ、先週優勝したね、あの、台湾ツアーで優勝した川崎春香ちゃんも、なんとか予選通過でしたね。はい。もう、岩井千里ちゃんと正反対になってしまった岩井昭恵ちゃんは、まあ、 こっちもギリギリなんとか予選通過という感じですね。原エリカちゃんもギリギリだったな。10番でね、あの一番最初の10番でね、ベタピンショットしたんですよ。一緒に回ってた荒垣ひなちゃんとか桜井心ココナちゃんと、まあいいショットが続いた後ですよ。さらにもうビタッとつけてきたんですけどね、その1メーター弱につけたやつね、バーディーパット外したんだよね。嘘と思って。 カップ外さなくてよかったのにカップ外してね、打ったらそのまま抜けてっちゃってね、曲がらなかったんだよね。いやーもったいねーと。そっからなんかこう歯車がなかなか合わずじまいで終わっちゃったような感じなんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、いわゆるアケゃチもそうだったな、一番最初の10番から、昨日トリプルボギー叩いた10番からのスタートだったんですけど、昨日も曲げてね、まあ、あのー、 た多,多分ね、あの映像見て、なんか映像に出てなかったんですけどね、昨日のトリプルボギーのシーンは。今日も曲げてね、セカンドももうなんか変なところから打ってたんですよ。で、着弾したところが OB ゾーンね。白杭の中に落ちて、そこからあの、OB ゾーンじゃない方にこう転がって出てきたっていうね。もうそこからパーセーブしたのはすごかったですけどね。はい。まあでもなかなか伸ばせずで終わりましたね。 はい。内田ことこちゃんもね、もう北海道のね、このさくちゃんとのコンビは、なかなか伸ばせずで、まあでもね、伸ばせずでも予選通過したから、ね、残り2日間で頑張ってほしいなと思いますね。8番のバーディで、なんとかカットラインに入ってきましたからね。はい。で、その次ですよ。はい、その次は、 まあ、あ後藤美優ちゃんとか、こっちゃんとかね、こっちゃんもね、後藤美優ちゃんもそうだけどね、後藤美優ちゃんは最後の9番でバーディー。こっちゃんは、ま、あ最後の、あの、17番でね、バーディー取って、なんとか2オーバーに乗せてきたと。ね、大女優。原エリナさんがね、<laughs> 大女優。あの、知ってますかねまあ、知ってるよね。知ってる方の方が多いとも、あの、原エリナちゃん、あの、 水谷豊さんのね、相棒っていうドラマに一瞬出たというね、あの、ちゃんとセリフもあって、ね、あの、女ョ役でね、女の医者の役でね、気がつきましたみたいなセリフ一言なんだけどね、あの、一発で OK になったっていうね、シーンがありましたけどね、まあ大女優と、それでね、ふざけて呼んでますけどね、はい、こっちゃんとね、一生懸命練習したそうですよね。<laughs> たった一言なんだけど。<laughs> ねえ、可愛いらしいじゃないですか。はい、あと、藤田カレン選手もね。これ、キャディ梅ちゃんだよね。梅原敦しキャディだよね。カレンちゃんね。通りましたね。うん、やっと通りましたよ。最後の18番でボギー打っちゃったけどね。危なかったね。危なかった。ほんと。まあでも今日2つ伸ばしましたからね。で、 3ーオーバーからは予選落ちとなってしまったんですけどね。一番ね、残念だったのは荒垣ひなちゃんね。初日もね、まあ、あの前半で結構伸ばしたのに、上がり3ホールで3連続ボギー打って、まあ、ね、1アンダーっていう、まあ、もうちょっとね、まあ、高成績上の上位で終わるかなと思ってたんですけど、残念だったなと思いつつも今日も、 10番からスタートしてね。まあ、ボギーが先行して、後半に、まあ、上がりの3ホールで3連続ボギーまた打っちゃって、予選落ちとなってしまったんですよね。まあ、4番ホールなんか初日ね、チップインイーグルあったところ、今日もね、チップインバーディーと取りましたよ。チップインでね。はい。イーグルではなかったけど。いやー、もったいないね。まあ、地元沖縄だからね、応援も多かったし、ね、ちょっと残念でしたね。はい、私が、 ねえ、一押しのダイヤモンド世代、武田リオちゃんも予選落ちとなってしまいました。はい。まあ、ママさんの宮里美香ちゃんもね。はい、まあ、今日伸ばしたけど残念でしたね。納豆娘、金沢しなちゃんも最後の9番でボギー。もったいない。いやー、もったいないね。初日、ワン、ワンアンダーだったんだけどな。まあ、しょうがないですね。はい。そして、その次からは、 えー、コールバイホールはちょっとね、省略して、あとで、あの、見せますけどね。あの、コメントも読みたいと思ってるので。はい。55位対、以降ですね。木戸めい選手とか。今日2アンダーで回ったんだね。このアマチュアの子ね。宮城あんちゃんっていうのあ沖縄の子だよね。これね、確かね。結構飛ばすよね。まあ、なかなかいい選手になるかなと思いますけどね。 あと、小林美月ちゃんね、あの、ティーグラウンドでね、紐を結び直してたんですよ。靴紐をね。そしたら、あの、キャディさんが気を利かせて傘を差してくれたんですよ。雨降ってるからね。そしたら、その傘差してる手にね、頭をぶつけてましたね。<laughs> 紐結び終わってね、起き上がるときに、気を利かせてキャディさんが傘差してたんだけど、その手にね、頭を思いっきりぶつけてましたけどね。<laughs> 全部映ってますからね。はい。 <laughs> あとね、まあ、小関亜美ュちゃんもダメだったな、今日、フォーオーバー。川本結角下も伸ばせなかったね。残念ですけどね。あと、小倉さえちゃんもダメだったですね。小倉さえちゃんね、去年シード落ちしたのは、あの、足の指の怪我があったそうでね。それで、その痛みを逃がすようなスイングになって調子悪くなったと言ってました。はい。まあ、今年からはなんとか、もう戻せるんじゃないかなと。 ね一昨年優勝争いまで行ったからね。あの、プレイオフまで行って、まあ、破れはしたけどね、そこまで行ってるのでね。多分、まあ、戻ってくると思いますよ。その怪我が良くなればね。はい。まあ、他にも、ああ、岸辺桃子ちゃんがフォーオーバーだ。ああ、もったいないね。はい。まあ、佐藤美桜ちゃんもそうですよね。まあ、私がね、ダイヤモンド世代で期待してる二人が予選落ちしてしまいましたね。 いやー、なんか、ねどういう、あれなのかわかりませんけど。あとね、篠原まりあちゃんも出てたんですけど、これね、あの、工藤遥香選手が欠場したので、繰り上がりで出場できたんですけどね。いやー、これでね、チャンスをものにしてね、行ったらよかったんですけども、予選は通過ならずでしたね。もったいなかったですね。あとは、その次ですね。なんだかエロい、竹内みゆきちゃんが、 6オーバーか、今日。ねえ、残念ですね。で、ウーチャイエンが、初日2アンダー出してたんだけど、8オーバーで予選落ちですよ。これよくやるね、ウーチャイエン選手ね。ウーちゃんを、新人戦でもそうだったでしょ。初日飛び出して、で、2日目大叩きして。で、ま、あ初日、え、66だっけ ?2 日目78叩いたんでね、確かね。 まあ、それでも3日目、あの、伸ばして優勝したけどね、新人戦。これ二2日目でこういうことあるよね、うーちゃんってね。なんだろうね。まあ、師匠の東亜玉さんが見に来てないからね。まあ、ちょっと引き締めてやらないとっていう感じでしょうかね。まあ、東亜ギさんが来てもね、まあ、そうなるだろうけどね。はい。ああ、アンシネさんも、ね、あのセクシーな姿は見れない のが残念ですけどね。まあ、ライブ配信にも映ってこないからな。まあ、上位に来てくれればね。まあ、あの姿が映ってよかったんだろうと思いますけどね。はい。そして、桑木志穂ちゃんもダメでしたね。まあ、期待してる人たちみんな予選落ちだな。な <laughs> んだろうな。森田り香子ちゃんだけ頑張って、えー。まあ、みんな頑張ってるんだろうけどね。大菅のぞみちゃんとかもそうですよ。 ねえ、山下美優ちゃんと同じ組になってほしいんだけどな。あ、吉本コ,コネちゃんもそうだよね。北海道の子だ。なんとかね、頑張ってほしいと思ったんですけどね。はい。山地明ちゃんもで。山地明ちゃんってなんとなくこう、系統としてはあの、宮里美香ちゃんあ、宮里、宮里愛ちゃんみたいな感じの雰囲気の顔してるじゃないですか。まあ、濃いめの顔。日本人的な顔じゃなくて、まあ、割と、 あの、濃いめの顔してるんで、この子沖縄の子かなって最初思ったのが頭から離れないのでね、宮城の子なんだけどね、うん、地元って思っちゃうんだよね、沖縄の試合になるとね、山津明、地元でってね、時,時々言いそうになっちゃうんだけどね。はい。それから最後になりますね。はい。長井かなちゃんが今日セブンオーバーとね、いやーちょっとどうなっちゃったのかなと。 千葉花ちゃんもね、応援してるんですけどね。まあ、この、沖縄の子もね、ちょっと喋り方が可愛らしくて面白いのでね、ちょっと見てほしいなと思いますね。皆さんにもね。はい。で、えー、コメント読まさせていただきますね。はい。えっ、ー、と、これは誰だろうな。あだ名はルパンでしたさんね。はい。りょうさん、動画の制作お疲れ様です。今日は優勝一押しのちいちゃん、良いゴルフしましたね。 リカコちゃん、以前と違って楽しくプレイしてましたね。同じ京都、あ、字が違うな。あ、まあ、京都生まれなので応援しても、あ,あ、同郷なんですね。りょうさんの好きなサクちゃんショットパッドよくなかったですね。サクちゃんのパター300万、300万のパターはもう使ってないですよ。あの、サクちゃん今使ってるのは、あ、でも300万のパターじゃないです、今はね。あの、オデッセイのトライビームですからね。あの、今は違います。多分これ、 あれじゃないですか。いろいろこうネットで調べて上位に出てきたのそのままこう、あの今使ってると勘違いしてるかもしれないですね。あの検索するとき注意してほしいのは、そのあの書いてある内容がいつの情報なのかっていうのと、あと誰が書いてるのか。例えば素人のあの人が書いてるブログとかだと裏を取らないとね、本当かどうかわかんないんですよ。私も注意してるんですけどね。 だからあの、ゴルフダイジェストとか、アルバとか、ああいうゴルフ雑誌のページありますよね、ホームページありますよね。ああいうところは直接取材してる人がいて、それを書いてたりする記事が載ってるので、それは信用性があるんですけども、二次情報じゃないですか。素人が載せてるブログとかね。あの、サイトとか。だから、ま、誰が書いてるのかを、あの、見るのと、 それがいつ書かれたのかをちょっとこう見ておかないとすごい古い情報があの検索すると一番上に出てきちゃったりするんでね。注意した方がいいと思いますよ。私もね、すごく注意してるんですよ、最近ね。ウィキペディア、ウィキペディア、言いづらいな。ウィキペディアでもね、あの、間違えてる時あるんですよ、情報がね。全然違うことが載ってたりね。あれ、詳しい人が、あの、書き直したり、勝手にできるんでね。あの、 専門家が書いてるわけじゃないので。ウィキペディア、Wikipedia、信じない方がいいですよ。<laughs> 参考にはする、する程度でね。はい。まあ、えっ、ー、と、続きを見ましょう。まあ、パッドだけは安いパターでも高いパターでも関係ないか。うん、どうでしょうね。プロの人では、まあ、値段の違いとかは関係ないんじゃないですかね。自分に合ってるか合ってないかでね。はい。まあ、サクちゃんの300万のパターンは、あの、北海道のね、会社が あの、その、作ちゃん用に、あの、オリジナルで作った、世界に一本しかないパターンなんでね。あれと同じようなパターンを、あの、作ってくださいって言ったら、いくらだったかな ?10 万とかするんだったかなうん。まあ、それが入るかどうかは別問題ですね。本人の、本人の技量によりますね。はい。それから、あ。 あまた来たな。あの、コメントをしてくださっている方がいて嬉しいですね。高橋さんのコメントで、ちゃん呼びはやめてって前言ったんですけどね。あの、江村和明さんが答えてくれましたね。ありがとうございますね。適当に、えー、動画を上げてる人がちゃんと読んでるなら別ですが、りょうさんは愛情を込めてそう言ってるのがわからないんですかねってね。ありがとうございますね。まあまあ、あのー、そういうチャンネルなのでね。はい。 何々ちゃんって呼ぶのが、ちょっとね、イラッとするんだよねっていう方は見ない方がいいと思いますね。はい。皆さんも、あのー、ゴルフ仲間とね、あの、一緒にこう喋ってるような感覚でこれを聞いてもらって、で、あの、コメントしたいことがあれば、まあ自分が呼んでるように、ね、まあよ、あの、呼び捨てで呼んでる人は呼び捨てでもいいしね。私のゴルフ仲でも、 今日渋野どうだったとか言ってね、自分で検索するのめんどくさいから私に聞いてくるんですけどね。そうやって呼び捨てにする人とか、なんとかちゃんとかね。ちゃんづけて呼ぶ人とか。ま、いろいろいますからね。あだ名で呼ぶ人もいるし。はい。自由に、もう楽しくやりましょうよ。ね、はい。嫌だったら見なきゃいいね。いいね。はい。それから上野さんですね。 えー、リガコちゃん、ずいぶん久しぶりなのに結構いけましたね。本当ですよね。いけましたね。スリーアイアンね。そう。スリーアイアンで打ったらしいですよ、初日ね。我々のやってた時は、U はなかったので、そうそう。我々が、あのー、やってた時っては、私も、あの、ゴルフを始めたの遅かったから、あのー、あれですけどね。あの、私が中学生ぐらいの時にゴルフテレビで見てた時は、パーシモンの時代ですから、 ユーティリティなんていう言葉すらなかったですからね。そんなものがあったのかって。今の会社に行き出して、ゴルフの、あの、一式をね、まあ捨てちゃうやつだけど、いるとか言ってね、言ってくれて、まあもらって、それでゴルフ始めたんですよ。もう45過ぎですかね。で、ユーティリティ、あの、買ったら、あの、ちょうどいい感じになるよって言われて、 ところどころ使えそうなやつだけ抜かれて余ったのをもらったんですけどね。アイアンとか。そしたら、あのー、その時にユーティリティっていうものを知りましたね。ね、ですかユーティリティって。あの、ドライバーとかウッド系、あのー3、3ウッドとかね、5ウッドとか。それの、それとアイアンとの間この、あの、距離が出るやつだよって教えてもらいましたね。あ、そんなのがあるんだと思って。はい。 パワーのある人はね、あの、ユーティリティじゃ高く上がりすぎちゃうんで、気持ち悪いって言って、あの、プロの人はね、使わない人多いけどね、男子プロはね。でも最近だと男子プロでもユーティリティ使うんじゃないですかね。森田理香子ちゃんってドライバーからしてね、普通に打ってるんだけど、球高いんですよ。あの、心さんのね、あの、チャンネル見たらね、プレイしてる動画見れますからね。 まあ、その、T ショット見てもね、弾高いんですよね、本当に。普通に売ってるんだけど、弾高いんだよね、って本人も言ってたしね。だから、ユーティリティだと高く上がりすぎちゃって、風にもやられちゃうでしょ、高すぎちゃうとね。だから、3水曜アイアンとかね、使ってるんでしょうからね。はい。それから、えっ、ー、と、一郎さんか。え、近藤一郎さんですね。えー、いきなりです,すみません。森田さんと、 で、一時期一世風靡した方ですよね。お顔が好みで大好きな選手でした。申し訳ない言い方で、えー、悪いんですが、確か男ができて男に来るってダメになったんじゃないかなと。今でも好きですよ。あれから男とどうなったのかな。このコメント、りょうさんにまた怒られるかなと <laughs>、ね。別に怒りはしないですけどね。はい。まあ、あのー、なんていうか、週刊誌とかね。写真週刊誌だとか、あのー、よく、まあ、ま、あ スキャンダルとかを載せるあの雑誌ありますよね。あれは売るために、あの、内容を一生懸命考えてね。あの、みんなが買う、え、何々って言って買うように作ってますから、嘘が多いっていうのは、まあ芸能人の方もね、言ってますけどね。まあ、あの、年頃になれば彼氏ができたっていいじゃないですか。だけど男に狂ってたわけじゃなくて、燃え尽き症候群ですよね。あの、イップスになったのと。 加えて、ねはい、だからアプローチのイップスになったり、もう賞金女王目指して頑張ってたけどなっちゃったら、あれ次の目標2年連続っていうの、なんか力が湧かないっていうの、なんとなく気持ちわかりますよね。それを目指してきたのになっちゃったらどうしようみたいな。あと何目指すのみたいな、ね。 2年連続って言うとまたゼロからね賞金女王を目指してってなるともうあんだけねあの必死でやって賞金女王を目指して今までやってきたのをもう,もう1年その勢いでやらなきゃいけないのかっていうねもうそれで疲れちゃったんじゃないですかね気持ちは分かりますよね <laughs> はいなんか別に男に狂ってとかじゃなくてねまああの辛い時に慰めてもらったりする彼氏ではあったのかもしれないけどね まあ、年頃になれば彼氏ぐらいできるでしょう。ねだって、この間、誰でしたっけあ,あ、柏原明日香選手だってね、ずっとお付き合いしてた方と結婚しましたって発表あったでしょあ,あ彼氏がいたんだと思いましたけどね。まあ、そんな話も、なかなかね、別に自分から公表しない限りはわからないじゃないですか。で、写真週刊誌が、柏原明日香が彼氏と デートみたいな感じで写真撮ってね、出しても売れないんだよ。ねえ、柏原明日香選手を知ってるね、ゴルフファンはいるけども、一般の人が柏原明日香って聞いてね、知ってるかっったら知らないから。だから追いかけないからね、写真週刊誌なんか。だから普通に彼氏と付き合ってたんでしょ。ねえ。まあ、賞金女王となると、あの、渋子ちゃんもそうだけどね。 あの、写真週刊誌がね、ネタのために追っかけるわけですよね。まあそれをね、面白おかしく書いてね、売り出すから見ちゃうじゃないですか。だから勘違いしちゃうんだけどね、男に狂ったってこう洗脳されちゃうわけですそういう雑誌にね。だから私はそういうのをこう信じなくなったのでね。まあまあ、男ぐらいできるでしょう。可愛いしね。まあ、スタイルもいいし。 ねえ、なんか、それを面白く、おかしくね、書いてるだけなんでね。あんまりああいうのは信じない方がいいですよね。まあ、芸能人のニュースとかでもね。まあ、どうなのかなと、こう、ちょっと一歩引いてね、見てますけどね。あの、スキャンダルとかね、そういうのはね。はい。えーと、次ですね。えーと、トミー、シズトミーさんトミー、シズさんどっちですかねわかんない。 え花形プレイヤーがどんどんアメリカツアーに行ってしまう中、満を持して登場した森田里香子プロは、皇天の沖縄に咲いたオーキッド、艶やかな、あでやかなか、蘭の花でした。かつて優勝を争った原エリナプロも頑張ってほしい。ね、え、予選通りましたよ原エリナちゃんもね。はい。女優原エリナちゃんですからね。<laughs> はい。そして、えー、ノプノールさんですからね。 森田理香子選手、2番のダボ痛かったですね。2日目頑張って予選通過狙ってほしいです。あ、通過しましたよ。頑張りましたよ。ね、2番のダボはどうだったか分かんないけどね。はい。あとはもう一人、高橋さんですね。森リ,リの追っかけギャラリー時代は基本前の組の追尾やってました。曲げて森に打ち込んだ時は第一発見者で教えてあげたことも数回ありました。おお、素晴らしいギャラリーですね。プロギャラリーですね。<laughs> はい。 それから沢田さんですかね。昨日は菊池理香選手一択と書いたものの多分初戦から上には来ないだろうと思っていたら来ましたね。今年は楽しみです。なんかね、ドライバーショットも力強いんだよね。今年ね。去年のこうスイングとはまたちょっと違った感じで。でもね、なんかこうトレーニングしたって言ってましたね。その成果が出たんじゃないかなと思いますけどね。顔は まあ相変わらず可愛いですね <laughs>。まあ好きなのでね、菊池エリカ姫の、まあお年を召されてもね、まあ今の20代前半の人たちがね、いっぱい活躍してますけどね、30代後半になってもやっぱり可愛いですよね。はい。ということで、明日からの決勝ラウンド2日間ね、また楽しみに見ていきたいと思います。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「